田智之がコールされています。空振り、ファウルチップ、ボールは3つの中、もう相手は当然転球しますから、ここは粘る中村から三振を取りました。階段松坂がマウンドに上がっています。ウェルターが9回に来ました、三振に倒れています。空振りの三振でした。松永この8回を0点に抑えました。2点目を迎えていて、オリックスマサヒコ、しかし最後はバット空を切りました。11球目でなんとか森下見逃しの三振、これは空振り、またはスイングアウト、2アウトランナーありません。4番で宮西が上がった、この8回の、これはどうか、バット回りました、そこのボール、そしてこのスライダー、レフトの方向、糸井のバット空を切りまして、2アウト、2アウトです。マウンド上金と、これは今日遅いね、最後ここも内から出てきて見逃し三振、結局大谷、これから田中圭介、この2人に対してはこの球でした、そこにキャッチャー増加のインサイド見逃しの三振、2アウト、このようにはサウスポーの石井が上がっています。その行く見逃し三振、同じようなところに来ましたが、ここはあっという間にツーストライクの記録を追い込みました。最後ダメだと思うので、空振りの三振、ツイッターの三振です、沈んでいます、1番のチェンジアップで三振です、